初代ノーティントン伯爵ロバート・ヘンリーは、グレート・ブリテン王国の大奉還。ホイック党の一員であり、ウィットと著作で知られる。ハンプシャーの裕福な家族で、アンソニー・ヘンリーの次男として生まれた。祖父のサー・ロバート・ヘンリーは、マスター・オブ・ザ・コート・オブ・ザ・キングス・ベンチであった。ヘンリーの父、アンソニー・ヘンリーは、オックスフォード大学で教育を受け、文学に興味を持った。彼は、 ロンドンに引っ越した後、ドーセット伯爵、サンダーランド伯爵、ジョナサン・スウィフト、アレキサンダー・ポープ、トーマス・バーネットの友人になった。アンソニー・ヘンリーは結婚した後、1698年にアンドーバー選挙区で当選して、イングランド庶民院の議員になった。彼は1711年8月に死去、家督は長男アンソニー、ついで次男ロバートが継承した。 ノーティントンのザグランジ・ヘンリーは、ウェストミンスタースクールと、オックスフォード大学セント・ジョンズ・カレッジで教育を受けた。あと、1727年にオールソールズ・カレッジの、フェローになり、1729年にインナーテンプルで、法律を学んだ。1732年6月23日に弁護士、資格免許を得た後、1746年に、兄から、ハンプシャーのザグランジを継承した。 ザグランジはイニゴー・ジョーンズがヘンリーの祖父に建てた建物だった。1747年にバース選挙区で当選して庶民院議員になり、1756年にイングランド及びウェールズホーム総裁に任命され、ナイトに上された。翌年に国事証書に昇進、貴族院に移籍したが、貴族に助されるのは1760年のことだった。 1760年にジョージ三世が即位した後、ヘンリーは1761年に大法官に任命され、1764年にノーティントン伯爵に除された。除爵が遅れたのはヘンリーが元プリンス・オブ・ウェールズのフレデリック・ルイスを支持したレスター・ハウス等の一員だったため、国王ジョージ二世に嫌われたことが一員であり、1760年に男爵に除されたのも、 フェラーズ伯爵の裁判に出席するのに必要だったためである。1767年に大法官を辞任した後、1772年1月14日にハンプシャーの自宅で死去した。息子ロバートがノーティントン伯爵の爵位を継承した。1743年、ジェーン・ハバンドと結婚、三男五女を設けた。五人の娘は、キャサリン、ブリジット、ジェーン。 エリザベス、メアリーだった。ありがとうございます。